アイテム番号 SCP-53JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、 SCP-53JP は両端を固定し、定期見物収容棚に収容してください。 E クラス職員を用いた実験は禁止します。収容違反が発生した場合、セキュリティ担当は警備犬と GPS による追跡を行ってください。説明。SCP-53JP は長さ約 2.3 メートルの黒い布です。材質はごく普通の木綿です。ヤシャブシを鉄焙煎して黒く染色したと考えられますが、染料からは微量の変臭済みが検出されました。SCP-53JP は財団エージェントが土産物として三重県市の露店で購入し、後にサイト81の休憩室で使用された際に特異性が発見されました。SCP-53JP で頭部の 80% 以上を覆い、両端を垂らした時、着用者に特異性が発現します。着用者は他の人間から認識されなくなります。着用者の映像を見ても、そこに着用者がいることを認識できません。しかし音声のみの記録では、着用者の声や物音を認識することができました。また機械や他の生物の認識能力には影響がなく、すべての事例で着用者を正常に認識しました。SCP-53JP を脱いだ場合、特異性は直ちに消滅します。SCP-53JP の特異性は、ある概念に対する知識が深く関わっていることが判明しました。詳細はインタビュー 53JP-01 を参照してください。インタビュー 53JP-01、日付20。対象、エージェント、インタビュアー、研究員、吹き。このインタビューは SCP-53JP の認識実験の後に行われました。録音開始。お疲れ様でした。私も姿が全く認識できなかったようですね。いつから？お前が SCP-053JP を顔に巻いて、白衣の編集済みになった瞬間からだよ。声も聞こえないし、足音も聞こえなかった。水たまり足場の上を歩いたとき、波紋などから間接的に認識できませんでしたか？見てたけど、全然気づかなかったな。お前、なんでズボン濡れてるの？バケツに水を入れて、蹴飛ばしてみたんですけどね。気づいてもらえなくて、逆に寂しかったです。肩を叩いたのには気づきましたよね。ああ、叩かれるまで気づかなかったし、その後もどこにいるのか全然わからなかったけどな。あなたが反射的に繰り出した裏剣を、まともに食らってしまいましたよ。手応えありませんでしたか？いや、空振りだと思ったけど。あれ、拳に血がついてるな。私もです。肩を叩かれるのも、顔を殴るのも、同じ触覚のはずなんですがね。なぜ空振りだと思ったんですか？そりゃ、編集済みが俺の裏剣なんか食らうはずがない。ん？どういうことだ？お前、編集済み、じゃないよな？私が、編集済み、もやくないでしょう。武道の経験すらありませんよ。面白いな。なあそれ、今度は俺がつけていいか？インタビューを終了します。ご、協力ありがとうございました。録音終了。SCP-53JP 着用者を認識できなかった被験者は全員、編集済み。が、そんなとこ歩いてるはずがない。編集済み。だから見つけられるはずがない。編集済み。の攻撃なんて避けられるはずがない。などとコメントしました。いくつかの実験により、SCP-53JP 着用者を認識できる人間が少数ながら確認されました。これらの被験者には、編集済み。を知らない、という共通点がありました。しかし対象が、編集済み、について知った後は、通常通り SCP-53JP 着用者を認識できなくなりました。
これらのことから、SCP-53JP 着用者は認識されないのではなく、黒子として認識されることによって、SCP-53JP 着用者は認識できないという認識を新たに植え付けていると推測されます。日本国内で黒子を知らない人間は極めて少ないため、この影響はほぼ全ての人間に及ぶことになります。SCP-53JP が露店で販売されていたことから、未収容の SCP-53JP が存在する可能性があります。財団は、県、市でこの露店を発見しました。詳しくは調査報告書 53JP-01 を参照してください。調査報告書 53JP-01、日付20。付記、エージェント、は警察官に偽装しています。録音開始。ちょっと失礼します。この露店は営業許可を受けていますか？受けていますよ。許可証どこだったかな？男性はしゃがみ込む。何かを探している様子だったが、すぐに立ち上がる。ああ、これです。編集済み、だ。くくく。どうした？我らがそんなに珍しいか。と言っても、聞こえてはいないな。消えた、クソ。やっぱり同じものを持っていたか。本部、応答してください。こちら、斉藤巡査長、です。被疑者、を見失いました。本部とやら、聞こえているのなら心しておくがいい。我らについて多くを知る者ほど、我らにとってたやすい相手となろう。さらばだ。録音終了。終了報告書、エージェント、は対象の確保に失敗しました。この事件以降、該当する露店の目撃報告が完全に途絶えました。何らかの隠蔽工作を行ったものと思われます。調査を継続します。ほい。SCP-53JP の収容と研究のため、財団では、編集済みの知識がない非 D クラス職員を探しています。添付された画像の人物を認識できた職員は、研究員まで申し出てください。